はい、どうぞこちらにお越しください。お願いします。本当にはい、ちょっと場違いなこのセットなんですけども、はい、なぜこんなものがあるかは分かりますか、ヒロさん。あ、多分、私が8ヶ月の間に、前のシングルの間によく公園行って、はい、行くのが楽しかったんですよ。公園によく行くんですか。はい、最近は。それ堂本剛と同じですよ、それじゃあ。剛くんも行くんですか、公園に。あいつもよし、それで公園行って何しとんのや、言ったら空見とるとかね。私は友達と、うん、お金使うのもったいないじゃないですか、ちょっと。だから公園行って、うん、公園で何するんですか、シーソーとかなんて、はぁーはぁーってなってるわけですか。いや、ちょっと遊んだりもする。なんだろう、ちょっと高いところからロープにこうやってまたがって、うん、ガーっていくやつがあるんですよ。おー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 、よくアスレチックとかに。アスレチックみたいな感じ。アルバム作りをしていて、ずっと、はいはい、ミックスダウンの作業で。タマさんは行けなかったというふうに言ってましたけども、はい、ちょっと風邪をひきましてですね。はい、あ、そうですか。残念でしたね、それはね。残念ですね。タマさんにとって秋はどうですか。秋はそうですね、まあ誕生日が秋なんですよ。そうなんです、うん、そうなんです。番組の方でプレゼントを用意しました。ありがとうございます。すいません、どうも。はい、ね、ロンドンに行けなかったから好きなものを食べていただこうと思いまして、たくさんの駄菓子を用意しました。駄菓子がお好きと聞きました。あ、大好きです。ええ、すごい、これいいですね。あ、これ、うん、懐かしい。何、開けてみてください、実際。はい、うん、懐かしいです。あ、食うてる食うてる。ラムネはラムネはやめておきましょう。ラムネはラムネは危険ですから。これ何ですか。いただいていいですか。イカじゃないです、うん、これイカ。ネタどうぞ。イカ燻製すごいですよ、この匂いの香りのハーモニーが。結構酸っぱくなってます。高一さん、この後トークに差し支え出ますよ。あ、出ますね、これ。酸っぱい匂い。うわ、まあ、食い倒れ精神でこれからも頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、というわけでこちらにはですね、今大注目の、はい、花々のお二人に来ていただいております。はい、実はこのお二人はですね、うん、どんなテーマでも即興で歌を作れてしまうということで、ちょっとキーボードを用意してみたんですけども、すごいですよね。ということで今日は吉井さんと酒井さんお二人にお題を出していただきまして、花々に作詞作曲してもらおうと思います。酒井さん、ちょっとお題を出していただけますかね。ノリピーでお願いします。ノリピーで、はい、ノリピーノリピー、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、なんならいただきマンモスとか。あ、本当に即興ですからね、うん、今一生懸命考えていらっしゃると思いますよ。ね、うん、ヤッピー、あ、知ってるんですね。ヤッピー、ヤッピー、ご存知ですか。ごちそうさまんさとかありますよ。知ってるんですね。懐かしいですね。マンモスノルピーとかね。懐かしいですね。そんななかったし、マンモスウレピー。ちょっと使い方が違う。否定されてしまいました。なんか吉井さんだけなんかこう色が違いますね、今ね。なんかね、なんでそれ仲間外れにするの。何、馴染んでるじゃない、全然。いやいや、だってまぶたちですもん。そうです、まぶたちですもん。まぶたちですもん。できた。できましたか。ちょっとなんかバラードで、じゃ あバラードですよ。バラードで、いきます。ヤッピー、素敵なノリピー、いつも心に冒険を、いつまでもそのままでいてください。素晴らしい、すごい、即興ですごい大人な感じで、ノリピーさんのあったかい感じが出てましたよね。そうですか。いかがですか、酒井さん。ありがちゅう、ノリピーマンモスウレピー。いや、めっちゃ嬉しい。それが嬉しい。ありがとうございます。じゃあ続いて吉井さんお題を、はい、お願いします。はい、そうですね、まあ秋ということで、秋ということで、僕は10月8日生まれなものですから、はい、ありがとうございます。10月8日で、はい、天秤座なんですよ。
だから、そうですか。一応お題は天秤座。天秤座。はい、天秤座。それで、一応優柔不断なんですよ、天秤座。はい、あとは、まあ、なんですか、寂しがり屋。寂しがり屋。あ、そうですか。その辺を入れていただけるといいかな。難しいな。うん、そんな感じでね。なんとか一つ。なんとか一つ。じゃあ私全然関係ないですけど、お羊座なんで、はい、相性の方をちょっと占ってみたいな。おい、占いのコーナーかよ。番組変わっとるから。おちょっと元気いい。あー、どうしよう。じゃあ、この場でここまでできてしまうとは。もう今の歌出したらいいじゃないですか今。じゃあ次のシングルで、はい、これ半分こで真剣に僕はお題は内緒にしてたじゃないですか、はい、よくこんなね、お羊座とかできますよね。桃引きで曲を。桃引き、うん、桃引きあったかいなっていう。最近寒いでしょ。履いてるんですか。通しを履いてます。人のせいに。ほんまに。どんなんがいいですか。暗いのがいいな。暗いの。暗い。